はい、美作勝山桜神社に来ています、小島貴則ということでですね、この中って日がたくさんあってですね、これは小島貴則ゆかり、どれを見たらいいのかわからないぐらいたくさんあると。で、これね、美作院の書、十字の詩、歌の後、小島貴則という人はですね、伝説の人とも言われるぐらいちょっとわからない部分があるんですが、いろいろな記録が残ってるんで実際したと思いますけどもね、実際してさらに、数々のこういう逸話というかゆかりの地があってですね、いずれ訪ねてみたいと思うんですけど、ここは天皇もですねお立ち寄りになってここに泊まられたということでですね、本来お付きの武将というか天皇を守る立場にいたような方なんですが、この方は北朝か南朝かというと南朝派なんでしょうけど、どうでしょうね、くら替えしようと思ってたのか分かりませんけど、いずれにしても備前、少し南の方ですね、今の 岡山よりも、海側の方ですけど、小島、小島と聞いてね、すぐピンとくる方はすごいですよね、浮田家、この小島の子っていう字がね、旧字の仮名遣いですけど、旗印なんかにもね、あるんで、何かなと。浮田家もよくわからない部分があるので、今日は浮田家をね、ちょっと回りたいと思ってるんですけど、ちょっとね、やっぱり不明な部分っていうか、わからない部分はもうどうしようもないんで、例えば墓碑とか、お寺、神社とか、ゆかりの地でですね、関係地を回りたいと思いますね。そして、小島貴則。貴則の銅像って今見てきたんですけどね、あんなのあるんですね。知らなかったですね。この辺もね、いつもと通るだけでじっくり見てなかったんで、今日時間があるんでね、見たいですね。これがね、もともとの、なんかたくさんあって、本当に、どれを読んでいいんだか。これが本物というか、ここに書いてある、何かが書いてあるんですが、ちょっと読めないですね。ちょっと、わかりにくいものがあるんで、桜の木にですね、なんか、書いたらしいんですけど、その絵が載ってるんで、それの方がイメージつきやすいですよね。で、神社の中はかなり広くて静かですね。ここも院の書、懐古と書いてありますが、本当に川柳とか句碑、歌碑、そういったものが非常に多くてですね、静かにね、こう庭園じゃないんですけど池なんかもあってね、やはり天皇もね、こちらに宿を仮にも取ったというところからですね、立派な作りになってますんで、ちょっと後ろからなっちゃいましたけど、小島貴則、これはどういうシーンでしょうね。後ろに小島港って書いてある。正面にはお名前は彫ってないんですけど、小島港像、ちゃんと書いてあるんですね。ここから、何でしょう。この方が頭を下げるというと天皇しかないと思うんですけど、拝謁してるシーンでしょうかね。これがね、また難しいことなんで、意味があるんですよね、ちゃんとね。これが正面ですね。少し色使いがされて、座像というよりもかなり両手をついてますから、かなり敬意を払っていると、図は高いというところでしょうかね。拝謁を賜ってるような感じでしょうかね。すごい、すごいちょっとごっつい感じの方ですね。はい、小島貴則のゆかりの地についてでした。